お疲れちゃんです、ラットです。だけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、僕の秘密のサバーカをね、大公開したいなと思います。というわけでやっていきます。なんでね、急にサバーカ公開するのってとこなんですけども、今までこうクラロワリーグでね、チーム戦やってきまして、こうやっぱデッキがバレてると、まあ本枠だけでやってると、あの相手にね、あいつはあのデッキ使うからあのデッキで行ったら勝てるみたいな、やっぱ情報戦もねあるわけなんですよ、こうプロ選手の世界は。まあなので、こうプロ選手多分ね、一人ってかほぼ確定で全員ねサバカを持ってると思います。で、まあいろんなサバカがあるわけで、まあそのうちの一つをね今回紹介できたらいいかなと思います。まあリーグ用に、ね、使ってたので、もう別にそんな使わないですし、まあ隠す必要もないかなという感じでね、はい、紹介します。でもしかしたら別にそんなすごい有名なアカウントでもないんで、全然こうほとんどの方が知らないと思うんですけども、ふーんって感じだと思うんですけども、まあもしかしたら、あれ、そのアカウント見たことあるなみたいな、感じでね思う方がいてくれると、ちょっとね僕もなんかちょっとだけ嬉しい気持ちになんかにやけちゃうかもしれないですね、と、まあ、いうわけで、さあ紹介したいなと思います。こちらになります。はい、というわけで OWL 赤ですね、サオール赤。まあ日本語でなんかフクロウとかそんな感じの意味だと思います。こちらがね第3の、僕ということで、今まで多分表に出したのラットアカウントと、あとマイクアゾスキーアカウントと、もうなくなっちゃったんですけど、なんかサブアカ、なんか点、なんだろうね、サブアカ堂みたいな。あ、マジログインできなくなっちゃって、本当になくなっちゃったんですけど、ミヤド忘れて。そう。で、あとは、この、まあ、それは除いて、このね、オールアカ。今後多分ね、まあ、頻繁にはないですけど、基本的にはラットアカで動画を撮っていくんですけど、たまにね、この OWL アカも、多分動画出ていくんじゃないかなという感じで、ちょっとね軽いステータス紹介、ステータス紹介をしたいがために今回まあ動画撮ってるまであるんですけども、でトロフィーはね現在4029と、やっぱグラチャレとか、まあ、フレバトとかなんかそういうので使ってたんで、こうまあマルチは全然やってなかったんで、すごいトロもねそんな低いですという感じなんですが、こちらのねバッジをね見ていただけたら、一つだけね黄金に輝くバッジがあるんですけど、こちらすべてね、グローバル大会のバッジなんですけども、772、12、なんとこの1位、そう、1位があるんですよ。実はね、僕、グローバル大会で1位フィニッシュを、取ったことがありましたよ、というね、お話でございます。やっぱこう、サバーカだったんでね、なんかこう、取ったけど、表では言えないっていう感じで、ちょっと言いたかったっていうのもね、ありますね。これはちょっと誇れますよね。まあ、どうせなら、なんか本枠でね、やっぱ取ってこう、堂々とね、1位取ったぜってやっぱやりたいんで、今後ね、しっかりこう、ラット赤でも1位取れるように、まあ、マルチも欲しいですね。マルチの1位、別にゴールではないですけど、なんかこう、まあ、目標としてはやっぱこう、マルチの1位は絶対ね、取っておきたいので、しっかりグローバル大会もですし、マルチもね、はい、上位目指せたらいいかなと、思いますという感じで、最多トロフィーは、5009ですね。まあ、こんな感じですね。で、まあ、グラチュレ回ってたって感じのプロフィールでございます。というわけで、今日はね、別に、もう終わったんですよ。僕の今日のこの動画内での目標というかは、このアカウントを知ってもらうというか、紹介する感じだったんですけど、まあ、とりあえず、このなんか 2.6 高回転迫撃、なんか結構使われてるんですよね。いろんなところで。を、まあ、使っていこうかなと思います。本当にね、このデッキはね、もう、芋って、まあ、迫撃では攻めるんですけど、なんか本当にもう、最悪クエイクで相手のタワー2000削るみたいなデッキですね。で、多分気になるのが、グローバル大会何のデッキで、1位取ったのっていうところだと思うんですけど、意外と僕、大体覚えてるんで、その話をしようかなって。あ、待って、俺のトレに今、やばい、めっちゃヌーブ。うわ、最悪最悪。待って、ごめんなさい。今の見てなかったことにして、今1個高かったっすね。1個下っすね。最悪だ。全然なんかしょうもないミスしちゃってますけど、ババコヤが、ちょっと強かった時かな、に、1位を取ったんですけど、まあ、ババコヤロイホグ、ババコヤスケラ、またババコヤロイジャイ、そして、またバルーンとかも使ったと思いますね。バルーンと、あとはラバルとラバホリ、なんか僕ラバ結構好きなんですけど、
そう。で、まあ、その辺を使って、なんかいろいろ使いつつね、1位を取った気がしますね。まあ、まあ、そんな前でもないし、めちゃくちゃ近いわけでもない。なんかちょっと前にね、取ったかなというところです。さあ、このバルーンは、施設プラストルネードでね、100% 緊急起動していきます。そして、左のタワーにはダメージが入らないというわけで、刺すっていきます。で、これでまあ、緊急起動ですね。これはね、神相性を引いたんじゃないでしょうか。まあ、ですが、相手ディガーがいるんでね、しっかりディガーを抑えていけば大丈夫かな。ディガーのダメージ結構痛いんでね。また槍ゴブとかでちょっとちょっかいかけつつ、これ無視するだけでも痛いですからね。さあ相手はスキミスる。という風なね、わけでございますよ。まあ僕結構砂漠持ってるんで、他にもめちゃくちゃあるんですけど、まあそれはね、あんま公開するメリットもないですし、まあしないかなって感じなんですけど、まあまた気が向いたらね。また気が向いたら。はい、紹介できればなと思いますかな。よいしょ。さあとりあえずこの試合勝っていきたいですね。攻め枠使ったので結構厄介ではありますが、さあこれ迫撃に、あ待って、やばいやばい、俺さっきからめっちゃ下手、めっちゃ下手、ちょっと待って待って、本当になかったことにして、ちょっと待って、マジめっちゃ下手くそなの。あ僕このデッキもうちょっと上手いんですよ本当に。まあ勝つんで許して勝てば何でもいいですよね本当に。勝つんで、さっきまでのちょっと遊びでした。じらしプレイっていうやつですね。さあ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 、とりあえず、残るよね。で、迫撃が入る。で、ここの迫撃はね、こう、バルーンを守りつつ、相手のタワーにもね、こう、プレッシャーをかけていけるので、結構強いね、迫撃でございます。まあ、何回もしてると相手に読まれちゃうんで、こう、たまにね、飛車で受けないとやばくなるんですけど、はい。僕の下手すぎるプレイによって、お前本当にそんなんで世界一取ったんかっていうね、プレイを今すごいやっちゃってるんですけども。すごいやっちゃってるんですけども、まあまあまあ。勝てば何でもいいみたいなのがありますね。勝てばね。さあさあさあ、とりあえず、削っていきまーす。で、延命していく。で、あとはトルネで適当に下げちゃえば大丈夫そう。で、迫撃でもう一回釣る。そう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 。あと2200はね、僕ちょっとあれかな。あれっすね、さては。クエイクで削ります、すべて。すべてクエイクで削る。いや、これなんか地味にやばいっすね。なんでだ。バルキリーがやんちゃしてる。さあ、クエイクで削ってきまーす。いや、どうせならボムに当てろっていう。いや、まあまあ、ちょっとだけやばい。待って待って待って、余裕めっちゃぶっくいてたんだけど、てか相手のデッキなんかなんだこれ。アイスイズ、バルキリー、あ、なんかいますよね。メガゴはあんま見覚えないですけど。さあ、クエイクで削る。僕あともう一生クエイクで削って、ディガー拾うだけなんでね。さあ、ディガー、よしよし。で、まあ取るね。破撃で釣って、バルーンのバカを入れない。よしよしよし。さあ、いい流れいい流れ。いや、ボムは嫌だが、まあまあ、これクエイクで削るっしょ。いや、ほんと、このデッキのね、強みは、最後の最後にこのクエイクでね、一生削れるっていう、まあ、強みなのかはすごいわかんないですけど。さあ。で、雪玉打つ。まあ、クエイクで削るでしょ。さあ、トルネで爆破も入れない。で、迫撃で下げるでしょ。よしよしよし、雪玉使った。で、あとは、またクエイク打って、あのバルーンは間に合わないですよね。まあ、一応トルネでもかけてあげて、さあ、これは勝ったんじゃないでしょうかと、まあ、言うようなね。まあ、バルーンにはさすがにね、もっと綺麗に勝ちたいですね。本当に、序盤マジでやばい。もう、やり直したい。やり直したい。見なかったことにしてほしいぐらい、序盤、本当に下手くそだったっていうか、やばかったんですけども、許してください。あ、今日はラット下手くそな日なんだなって思いながら、ちょっと見ていただけたら、いいかなと思います。今からちょっと神プレイするんでね。はい。許してください。まあ、結構積極的に攻め迫撃して、やっぱその迫撃にタゲ取りでやっぱユニットを出すじゃないですか、相手が。まあ、そこを、ロケット方式で、こう、ちょっかいかけつつ、みたいな立ち回りが理想ですね。あれ？さては、ミラー対決。いや、ワンチャンあるな。マジでミラー対決説ある、これ。やば。そんなことある。ここでミラー対決する必要あるかな？さあ、ロケット星が来そう。いや、来るよね、そりゃ。で、こっちトルネとかで一緒にしてもいい気がするんで。ああ、トルネ卓撃でさ、処理できました。
あれ、なんで俺の方がダメージ受けてんだ。やばいやばいやばい。このミラー対決のね、勝ち方はね、非常に難しいが、非常に難しいでしょ、こんな。むずすぎるでしょ。まあ、とりあえず頑張るぐらいですよね。で、クエイクで削られるって考えたら、逆サイでいい気がしますね。なんとなく。これちょっとね、槍ゴブとかでこのスキを処理すると、さあ、で、ロケット押し、いや、これは、タゲが消える。うわー、ナイト間に合ってんな。いや、このままナイトは延命したいですね。あ、入ってる。いや、でけえ。でかい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 。まあ、ここは後ろナイトでいいかな。さあ、サイドをかけつつ、ちょっとね、サイドを変えつつ、リズムをちょっと作っていきたい。いや、攻め吐くしたいな、本当に。これ、攻め吐くっすね、一緒。まあ、ここでいい。これ、クエイク当たんねえのか。逆サイか。あー。いや、逆は僕あんま興味ないんですよね、今。マジで逆興味ない。やりごめでちょっとちょっかいかけちゃおう。あー、で、このロケット押しで大体ダメージを稼ぐっていう、ちょっと、戦法なんすね。ミリ、ミリ稼がれてる。ウッドで削るか悩みますが、まあ、削っちゃっていい気もしますね。で、クエイクは気持ち取っとくが、いや、クエイク使ってもいいな、別に。さしまいないと、攻め取るねとかで、なんかね、陸受け受けてくるところ剥がしても良さそうですね、最後の方は。さあ、クエイクで削る。さあ、怖いですね。非常に怖い。あれ、ロケット押し行かれねえかな。行かれた。いや、でかい。で、さ、クエイク使ったぞ。いや、これはね、チャンスじゃないのか。相手結構やってるぞ。いや、クエイク打ちて、クエイク打ちて。はい、壊せ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 。え、なんかロケット押しか。まあまあ。これ間に合わないんじゃね。で、これ、ロケゴで削る。でも、槍ゴム来るんですよね。いや、いい。いや、いい、ロケット押し。いや、槍ゴムかすられた。さあ、ダメージは一気にリード。一気にって、そんなリードしてないけど。え、なんとなくこの位置。なんとなくこの位置。いや、クエイク嫌だっただけ。よいしょ。さあ、ナイトで竹取る。いや、これ、なんか攻め取るのとかで剥がされそうだな。あれ、クエイク打ちたくないっすよね、マジで。いや、打っていいのかな、別に。まあまあまあ、さあ。これは、許容します。許容して、なんなら、ありがたい。ありがたいですね。ありがたい、ありがたい、ありがたい。ありがたいやー。さあ、これは来たんじゃないのか。相手は、両サイちょっと削ってはいるものの、この戦いで両サイ削るなんていう戦法はいらないので。よいしょ、さあさあさあ。いや、これは一発なんなら入る。いや、攻め取るねで剥がしがね、来ますよね。これマジで。さあ、僕も攻めて、迫撃の竹を取りつつ守る。あとはこれは、あ、待って、やばい。ここに来てやった。うわ、マジで今日俺、本当にダメ。バカバカバカ。冗談抜きでよくない。トルネでも耐えるロケット押しにして、いや、これはね、いや、本当にヘマしてる。俺がヘマしてピンチになってるだけで、これはもういけますね。クエイクで削る。さあさあさあ、で、ここ延命したいですね。で、左に槍ゴブとかも全然来そう。あ、多分あれ迫撃、あ、なんかいろいろいい感じになってる気がする。さあ、次の僕はクエイクで勝ちという感じで、さあ、回して。いや、回転だけは最強。ほんで、異常なほどのね、回転力を持つので、オーケー、グッドゲーム。まあ、あれ？おー、ぶれぶれ。ミラテクスはね、気持ち泥地雷感が出るんですけど、まあ、ちょっとしゃあないかなと。いうわけでね、まあ、どうしても、最後のピンチを大逆転。なんか今まで押されてて、最後を大逆転したいっていう状況とかだったら、槍ゴブとかスケを読んで攻めトルネードで処理とかでもいいと思いますね。さあ、ヤリゴブリン飛ばしていきます。相手の名前なんかやべえな。アゴヒゲ乳酸菌っていう名前、すごい名前ですが、別にディスってるわけでもないです。足でも勝てるって言われてる。さあ、僕はじゃあね、小指だけで勝っていきたいなと思います。まあ、そんなこと言いながら全て使ってるんですけど、さあ、エリゴル、ミスターエリゴール。さあ、エリゴールはキング起動すれば勝ちですね。よいしょ。さあ、キング起動したので、これはね、エリゴリじゃない。エリゴリじゃない。エリゴリはマジでキング起動してしまえば余裕で勝てるんですけど、アイビズベビーのバボコが遅延スケラか。ああ、いや、わかんないですね。まあ、でも、エリアドを取ってることは間違いないので、攻めます。ベビドラ。
まあ、ベビロ厄介ですが、ロケオに頑張ってもらって、サトルネがいい、金ダメージ、ちょっとは入るが、俺の方が食らいそう。で、ババコアにはまあ、クエイク打てるんでいいとして、とりあえず相手のね、ドラドラババコや、デリバリーってちょっとこう、珍しいですよね。なんかレアな形ですよね。まあ、とりあえず積極的にね、序盤、ラバですね。ラバドラドラデリバリーなんですね。さあ、ここはね、まあ、デリバリーだと僕のロケット押しが結構輝く気もするが、相手のライドラ系も嫌な気もしますよね、個人的には。まあ、ディガーがなかったらいいなーっていう思いもありつつ、さあ、あのライドラぐらいは逆サイドにないとで持っていきそうですね。攻めとるねがワンチャン来る。さあ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 、いいいい。で、アイウィズなんか邪魔だから、暇だし、って感じで、そうですね、やっぱ攻めとるねが来るので一回待って、よいしょ。さあ、ロケット押し？あ、待って、バカバカ。なんでそっちに打った？一体の方に打っちゃった。さあ、相手は、クローンですね。おう、おもろいデッキだ。ラバクローンですね。ラバクロー。ラバクローだけど、なんか形がすごい独特だね。さあ、とりあえず僕はもう左側、間違いなく左側警戒。てか、まあ、あと右はね、クエイクでこれで落ちます。で、左せっかりプレッシャーかけていって、さあさあ、クエイクなら落ちるよな、多分。ワンチャントルネが来る。一応クエイクで落としておきましょうか。で、ここでもう一回やりゴブリンで。さあ、ロケット方式がね、相手は多分トルネードだけなので、一生処理できない説がありますね。さあ、で、これも一回ね、発撃で竹取ってあげれば、ラバのダメージも抑えつつ、攻めつつ、みたいな最強なね、発撃でございます。というわけです。さあ、グッドゲームでございます。ロケット方式がね、めちゃくちゃいい味出してますね。もし相手に柳雨とかがあっても、ロケット押しね、2周目とか3周目で、刺したらいいかなという感じでね。はい、まあ、今日はこういうわけで終わりたいなと思います。ぜひね、はい、こちらのデッキも使いつつ、このね、OWL アカもね、ちょっと覚えていただけたらいいかなと思います。では、良ければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もお願いします。お疲れちゃんでした。またね。